父ちゃん、お父さん、お父さん、パパ、父さん、お父さん、パパ、父上、お父さん、お父さん、父さん、お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 とん、父ちゃん、お父さん、何やってんです。誰？未来からやってきました。取材させてください。ついに幻覚まで見れるようになったか。え、具体的には2022年の1月12日から来ました。どうりで冴えねえわけね。で、何しに来たん？取材です。私を取材させてください。俺を？なんで？今何か困ってることありませんか？いやー、あーでも卒業制作が進まなくて困ってんだよ。あは、それはどうしようもないね。私も終わってませんし。あー、未来から来たんじゃなかったのかよ。あー、いやまあその作品提出日に至っても、もう全く手をつけられてません。え、じゃあ今撮ってんのって？あ、卒業制作です。おい、あは、まあまあまあ、おい、まあ、落ち着いて。いや、おいおいおい、違う違う、おい、いつも一人ですね。どうして一人なんです？本当に我ながら孤独を謳歌してますよね。いいだろう。少しは協調性も学ばないと。それだからいつまで経っても子供のまま大人になれないんですよ。よくわかってるじゃん。試しにネットで友達作り方で検索したらどうですか？あるいはひろゆきにスパチャで聞いてみるとか。なんだそれ、誰だそれ、俺は知らん。人に好かれるために生まれてきたわけじゃない。それ言ってると人が離れてきますよ。もう十分離れてるよ。でも一人は寂しいでしょ。時々ね。人と話すのが苦手なんじゃないんだよ。話すこと自体は好きだし。ただなんていうか、空気を読むとか、その場のノリに合わせるとか、そういう慣れ合いみたいなのが得意じゃないんだよ。いや、嫌いなのかもしれん。そう、でも社会で生きていくためには、少なくとも自分が目指してる仕事に就くためには、多かれ少なかれ必要になってくる。それは分かってる。慣れ合いって言い捨ててる時点で、そういう人たちに無別の意識があるんだよ。そうですか。そうですよ。大人にならないとね。大人ね。取材のテーマ決めました。父と話してみましょう。なんで父が出てくんだよ。今ちゃんと話しておかないとさ、ずるずる10年20年下手したら死ぬまでうまく話せないかもしれないし、こういう機会に話しておかないと。実はそのテーマを父親にしようと思ってるんですよ。正直に言うと、いやもうすごいコンプレックスを感じてるの。できればお話ししたい。俺は普通に、嫌いじゃないし好きなんだけど、それでもこの形のままずるずるやるのは良くないと思ったから。嫌ってはいない。何を重く考えなくていいんだろう。
いや、そう、重く考えてる部分もあると思う。だけど、いや、甘えかもしれないけど、重く考えちゃうよ。そう、怖いのかもしれない。本当に嫌いじゃないですか。別に嫌ってないよ。あまり人と話さない人なんだなっていうのは分かるけど、でもそれでもカホとかさ、マナとか母とはさ、話すじゃん。だから嫌われてんかな、うん、嫌ってるわけじゃない、ね、そう思っちゃうよね。いつも大輝はママに、あのパパは大輝のこと好きじゃないんだよ、嫌ってんだよって言ってきたもんね。やっぱりパパ自身が大輝にの目を見てちゃんと言ってやらないと。別に嫌ってはいないしな。逆に大輝の方が避けてんのかなっていう感じはあったけど、中学生ぐらいになれば少し距離を置くじゃん、うん、そう。もう話したじゃん。え、話したじゃんって、だからそこ話したじゃんって、もう分かるようにちゃんと。で、中学生ぐらいになればもうほとんど親とは離れちゃったけどな、自分なんか特に。そんなに関わりはなかったけどな。でもばあちゃんはなんかパパは小学校中学上がる前まではすごいやんちゃで、うん、そうそうそう、だからそうでしょ。だからパパも大輝と同じようなタイプだったんだよ。じいちゃんに対して、じいちゃん俺のこと嫌いかなって。ないね、なかったんでしょ。でも大輝はそれを感じてきたってことは、ママなんか言われるよ、パパはさママとしか喋んないって。パパが話さないでオーラ出してんじゃない。別にオーラ出してない、ね、じゃあどうしてパパからは話しかけてやらないの。俺は話さない方がいいかなって思ってた、うん、寂しい思いをしちゃった。多分これからもそうだよ。俺も話しかけられたいね、うんうん、話しかけられるの待ってたいね、うんうん、そうだ、うん、いや、もしっていうか俺の問題だから、どうしてどうすればいいんだろう、どうすれば話せるようになるんだろう、どうすればいいかな。気楽に考えて気楽に考えればいいってまあでも悲しいよ。はぁって、なんでそこでため息で悩んだような顔する。本当にめんどくせえなって自分が。いや、分かってるよ、うん、分かってんだけど、うん、その重いテーマ重いってパパからしたら重いって、パパからしたら重いって感じるんかもしれないけど、大輝にしたらさ、きっとすごい大きなことなんだよ。パパの存在は大きいってことだよ。よかったじゃん、私より大きいってことだよ。どうに思ってるって嫌いなのかなって言って、俺のこと嫌い、嫌いじゃないって言ってるじゃん。いや、嫌いじゃないけど、好きでもない、うん、うん、もっとじゃあ何か言ってほしいことがあるの。嫌いじゃないし、好きなんだけど、嫌いじゃないし、好きなんだけど嫌ってはいいね、好き嫌いじゃないって言ってるじゃん。大輝の捉え方さ、そうじゃない、なんかおかしくね、ひねくれてる、ちょっと被害妄想的な思考は。それは人それぞれだからな。でも今更ながらそういう時間は取り戻せないから。でも大輝が小さい時はよくパパが抱っこして、本当にね、よく面倒見てたんだよ。それでもパパがバイク乗ってたから、バイクのビデオを何回も何回も一日に見て、よく見てたんだよ。人間なんてさ、みんなそんなもんなんだよ。大輝、大ちゃん、お父さんと仲良しですか。